最後の審判は、ルネサンスの芸術家フラ・アンジェリコによる盤上のテンペラ画である。新しく選出された修道院長である人文主義者の学者、アンブロ・ジョ・トラベルサーリのために、カマルドリ会によって注文された。制作年は、1425年頃、142530年、1431年と様々である。もともとは、 サンタマリアデ・リアンジェリ教会にあったが、現在はフィレンツェのサンマルコ美術館に所蔵されている。フランジェリコによる別の最後の審判と区別されなければならない。フランジェリコの大半の作品と同様に最後の審判の図像は同時代的な扱いで標準的なものである。最後の審判は教会において最も一般的な主題の一つで壁面によく見られる絵画である。 絵画の上部中央で、キリストは、天使、聖母、マリア、福音記者ヨハネ、そして聖人たちに囲まれた白い玉座で審判を、下している。キリストは生と死を分かつ、裁判官として表され、左手は地獄を指し、右手は天国を指している。キリストの右手には、楽園があり、天使たちが美しい庭を通って救済された人々を、輝く街へと導いている。 真ん中には復活した死者の壊れた墓があり、墓から出てきて、最終的に裁かれる。キリストの左にいるサタンは、邪悪なものが苦しめられている地獄に呪われたものを、追いやっている。一番下で、サタンは呪われたもののうちの三人を噛み、他の二人を掴んでいる。イブリン・エス・ウェルチ、アート・イン・ルネッサンス・イタリー、1350から1500、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。 2000p146isbn0 から19から 284279x ハットマグノリアスカデュアリーミュージアム・オブ・サン・マルコ・ギウンチ 1991p17isbn8809013417 ハットシルビア・マラギュージーフラ・ンジェリコ・ギウンチ 2003p18isbn8809030540 ありがとうございます。